1日1冊1分で読める本の要約アプリスミス。使い方のご紹介。日常的使い方。まずは毎朝読書ルームを眺めるだけ。気になるフレーズがあったらブックマークで保存をする。読書ルームの記事に自分だけが閲覧可能なメモを残すことも可能。シェアルーム活用法。自分で本を読んでいて感動したことがあれば全員が見られるシェアルームに投稿。多くの人のシェアルーム投稿も毎日眺めてどんどん吸収できます。投稿したものはマイページに記録されるので自分だけのネタ帳のような使い方も可能です。スミスを持ち歩くことであなたの人生が大きく変わるでしょう。